今回のクラストリエは、淡色インテリアで作る大人かわいいナチュラルな暮らしをご紹介します。インテリアコーディネーターの新井島さんが家具や雑貨をスタイリングされ、女性らしい繊細さと優しさを感じる柔らかな世界観が心地よい住まいです。間接照明が照らすライトグレーの壁には、アルモニアの白いローソファーに、くすみカラーが優しい印象を与える淡いグリーンのクッションを合わせました。シャープな佇まいの円形テーブルは、モーダエンカーサのコーヒーテーブル。角がないことで、リビングの動線をすっきりさせて、空間にゆとりを持たせています。玄関とリビングをつなぐ扉には、YKKAP のラフォレスタ F をセレクト。シックグレージュのカラーは、お部屋の雰囲気やインテリアとも馴染んでいます。リビングと同様に、ナチュラルで有機的な優しさを感じるカラメリのラウンドテーブルを置いて、イームズのシェルチェアをあしらい、住まい全体との調和が取れたダイニングセット。隙間から木漏れ日のように光がこぼれる D クラッセのペンダントライトが、お部屋全体のアイキャッチとなって、自然を身近に感じさせてくれます。フローリングは、木材のように繊細な多くの木目を表現したYKKAP のタフテクト F。 傷や汚れに強く、ワックスを使わなくても長期間美しさを保ってくれます。システムキッチンは、クリナップと共同開発した麦蔵のオリジナル製品。天板の色や柄など、ここでしか取り扱っていないオンリーワンな設備となっています。LDK の一角に設けられた半個室のようなスペースは、家族を身近に感じながら、仕事や勉強、趣味といった
プライベートな時間に没頭できる場所。素朴でありながら飽きのこないデザインが魅力的なクラッシュゲートのマルケッシュチェアを置いて、壁面にはアートワークスタジオのブリスミニウォールランプを採用。家族が共同で使う場所だからこそシンプルなアイテムをスタイリングしました。リビングの間仕切り壁の裏に備え付けられた 1.3 畳のコンパクトなヌックは、ノスタルジーなデザインと色味を抑えたグリーンの壁紙がアンティーク調の世界観を演出。照明はアートワークスタジオのグルーブウォールランプ。ガラスグローブが放つしっとりとした光が味わい深い雰囲気を醸し出しています。ウォッシュルームには深めの底が特徴的な洗面ボウルと水洗を壁付けにして、手洗いはもちろん洋服や靴などのつけ置き洗いもできる広さを設けました。ファミリークローゼットと隣接した主寝室はぐるりと回遊動線が作られていて、収納がない分キングサイズのベッドを置いても広々と使える空間。全体的に色彩を抑えた中に癒しを感じるインテリアグリーンを置き、静かで居心地の良い、リラックスできる睡眠環境を整えました。麦倉がこの家にかけた思い、それは新井志麻さんが作る世界観を引き立てる優しい暮らしが叶う家づくり。自然をモチーフにしたインテリアやナチュラルな淡い色使いなど、プロならではのスタイリングによって大人かわいい空間演出が魅力の住まいでした。